公安調査庁、公安調査庁、公安調査庁、略称公安庁、公長、略称、ピシアは、破壊活動防止法、団体規制法などの法令に基づき、公共の安全の確保を図ることを任務とし、オウム真理教への観察処分の実施、周辺諸国などの諸外国や、国内諸団体、国際テロ組織に対する情報の収集、分析を行う、治安機関、 情報機関であり、法務省の外局である。内閣官房内閣情報調査室、警察庁警備局、外務省国際情報統括官組織、防衛省情報本部とともに、内閣情報会議、合同情報会議を構成する日本の情報機関の一つ。破壊活動防止法や団体規制法の規制対象に該当する団体であるかどうかの調査、 情報収集と処分請求を行う機関であり、調査活動の過程で入手した情報を分析、評価し、政府上層部に提供している。同庁公式サイトでは、業務内容を対別して、団体規制と情報貢献として紹介している。公安調査庁が処分請求を行った後に、その処分を審査、決定する機関として、公安審査委員会が設置されている。 調査対象組織、国家内部に協力者、エージェント、対象とされる組織、国家から見ると、スパイということになるを獲得し、これを通じて、情報を入手することを目指して、工作活動、ヒューミントを行っている。公安調査庁は、内務省調査局の流れを組んでおり、特攻警察関係者が創設に関与した。公安調査庁の活動は、 対象の行動確認、公開資料の収集、分析、整理、協力者の確保など、純粋なインテリジェンス活動が主であるが、団体規制法第39条、第40条、第41条などにより、一定の強制力を行使できる。ただし、職員は、特別司法警察職員ではないため、逮捕状、捜索差し押さえ許可状等を裁判所に請求したり、 発布された令状を執行する権限は有しない。この点は、英国の情報機関である内務省保安局、MI5 やドイツの憲法45条と同様である。秘密警察と指摘されることもある。1952年以前については、内務省の公を参照当初は、国家地方警察本部と法務庁、後に、法務府特別審査局、通称、特審局。干渉は、 法務庁では、県務長官、法務府では、形政長官を管轄する治安省の設置が検討されていたが、1952年、昭和27年7月、破壊活動防止法の施行と同時に、法務府、法務庁から改祖特別審査局を発展的解消する形で、公安庁佐長が設置された。前身の特審局は、秘密的、軍国主義的、 極端な国家主義的、暴力主義的及び反民主主義的な団体を取り締まる目的で制定された政令、団体登記政令を所管しており、この政令が後に破壊活動防止法の基礎となった。当初は公安調査庁に緊急検索、強制捜査、雇用制限、政治団体の報告義務、解散団体の財産没収、 先導文書の保持者の取り締まりなどの左翼に対する有効な武器となる強力な権限を付与する予定であった。同庁の設置には太平洋戦争後、公職追放されていた特別高等警察、領事館警察、外務省警察、陸軍中野学校、旧日本軍特務機関、憲兵隊の出身者が参画したとされ、中でも特攻警察と領事館警察の出身者が 中堅幹部として組織運営を担っていた。領事館警察は満州国や中国大陸で特攻警察としての活動を行っていたが、敗戦後も GHQ による公職追放の対象から外されていたため、内務省調査局時代から機会を見て再雇用されていた。このほか検察庁と警察庁から出向者を迎えることになったが、検察庁からは戦前に 思想検事であった者、井本大吉など、警察庁からは、戦前に特攻警察に在籍した者、樫村信夫、畑野明などが選ばれた。設立過程では、同庁を規制官庁とすべきか情報官庁とすべきか議論があったとされるが、最終的には規制官庁との位置づけではあるものの、その枠内において必要なインテリジェンス活動を行うものとされた。 設立当初、公安調査庁は、関東公安調査局と共に、東京、九段にあった、旧憲兵司令部庁舎に置かれていた。そのため、公安調査庁を指す因果として、九段とも呼ばれていた。破壊活動防止法は、当時所管派の主導を受けて、武装闘争路線を取り、山村工作隊、中核自衛隊などの武装組織建設を進めていた。 日本共産党に対する規制を念頭に制定された。そのため、同党は現在でも破壊活動防止法の調査指定団体である。また、国際共産主義運動を利用した外国機関からの浸透に対する警戒も主要な目的の一つであり、同法大市場は暴力主義的破壊活動の中に外観誘致、外観援助が含まれることを明記している。実際、 1954年に発覚したラストボロフ事件では外務省と共に公安調査庁が共同発表を行っている。実際の適用例としては1961年昭和36年旧軍元将校らが格索したクーデター未遂事件、三無事件で同法で有罪となった事例、個人適用がある。1994年 平成6年から翌年にかけて、松本サリン事件や、地下鉄、サリン事件などを起こした、オウム真理教、現、アレフに対し、破壊活動防止法の解散処分請求が行われたものの、1997年、平成9年1月、公安審査委員会が、同法の要件を満たさないと判断して、適用は見送られた。その後、 再びオウム心理教の活動が活発になったことから、1999年、平成11年12月、破壊活動防止法の適用要件を柔軟にした、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律が施行された。公安庁、佐長は、同法に基づき、アレフ施設の立ち入り検査を継続している。旧民主党政権の事業仕分けでは廃止の候補に、 なったこともある。他多数。日本国内に関しては、旧王無心理教、ゲアレフ、光のは日本共産党、格丸派、中核派などの審査翼、右翼団体や行動する、保守、右派系市民グループ、朝鮮総連、沖縄で、琉球独立などと唱える勢力などの情報を収集している。同庁のホームページの同性調査には、 左右書団体の活動報告がアップされている。旧オウム真理教系の宗教集団である、アレフや光の輪については、活動形態に違いこそあれ、松本地図を、朝原将校の協議を広める目的は、共通しているとし、オウム真理教と同一団体とみなしている。そのため、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に、関する法律の規定に基づき、 アレフやヒカリノワについても、立ち入り検査をはじめとする観察処分を長期的に実施している。2015年1月23日には、公安審査委員会の審査により、本質的な危険性を引き続き保持していると判断し、5回目の観察処分の期間更新、つまり、観察処分としては6期目が発表された。同集団関連施設への立ち入り検査は、 1> 月1から2回のペースで実施されており、2015年3月の時点において、19都道府県カのべ608カ所、実数131カ所への検査の実施が公表され、朝原の写真や朝原、上遊の説法教材の多数の保管が確認されている。一方、光の輪は立ち入り検査情報の漏洩があった等の理由により、 国家公務員法違反罪、主否義務の違反にて、公安調査庁の職員を東京地検に告発している。また、観察処分更新は、証拠曲げた結果であるとし、金が目的でないとして、わずか損害賠償請求額3円の訴訟を提起している。観察処分の5回目の延長決定に対しても、誤った事実認定に基づく決定で、訴訟で取引しを求めると主張している。 また、一部の労働組合や、労働葬儀支援団体、反戦運動、反基地運動、原子力撤廃、反核運動、市民オンブズマンなど、行政監視グループ、ブラック解放、女性解放など、人権擁護運動、アムネスティ・インターナショナル、自由放送団、日本国民救援会、青年法律家協会等、消費者団体、生活共同組合や産地直送運動、 環境保護団体、言論団体、日本ペンクラブ、日本ジャーナリスト会議等などについても情報収集を行っているとされ、これらの団体から調査、監視対象化は不当と非難されている。日本共産党の監視とは別に国政選挙に関する情報収集を行い、内閣に報告している。2009年から2010年版の内外情勢の解雇と展望にて、 社会通念からかけ離れた、得意な活動をしている団体を、得意集団と位置づけ、情報収集を行っていることを発表していたが、2011年以降は、旧オウム心理教系の宗教団体以外は、取り上げていない。なお、得意集団と、カルトとは異なる概念である。2011年、平成23年度版、内外情勢の解雇と展望にて、 行動する補修運動が、排外主張を掲げ必要な球団活動を展開する、右派系グループと位置づけられ、新たな監視対象に加わっている。2017年度版、内外情勢の解雇と展望は、中国の大学やシンクタンクが沖縄で琉球独立を唱える団体との交流を行っていることについて、中国に有利な世論を形成し、 日本国内の分断を図る戦略的な狙いが潜んでいるとしている。なお、テルヤ監督が沖縄における辺野古新基地建設反対運動東村高江の米軍ヘリパッド建設反対運動は国政選挙や市長選挙で示された民意を無視してこれらの工事を強行する国家権力に対抗するための非暴力の抗議活動である。特定の政党や団体 活動からにとどまる反対運動では断じてなく、いわゆるオール沖縄の旗印の下に多くの県民が結集する開かれた抵抗闘争だ。内外情勢の解雇と展望62ページには沖縄県民大会に全国から党員や活動からを動員したとの記述があるが、具体的にどの政党を指しているのか、当該政党の名称をすべて列挙した上で、 動員したと断定する根拠について政府の見解を示されたいと質問。それについて安倍晋三首相は沖縄県民大会に全国から動員を動員したと記述された政党は日本共産党であると承知していると回答している。日本国外に関しては同庁が毎年公表している内外情勢の解雇と展望の書きぶりから 朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮、中華人民共和国、中国、ロシアなど、日本と敵対もしくは緊張関係にある国家等に関する情報収集を行っているとみられる。また、同庁が公表している国際テロリズム要欄には、国外のテロ組織、過激組織の動向やテロ関連情勢が、承述されていることや、平成26年版、内外情勢の解雇と、 展望にも中東、北アフリカの情勢や国際テロリズムに関する情勢が独立した項目で取り上げられていることからグローバルに展開する昨今のテロリズムのトレンドに応じた情報収集を行っているとみられる。平成17年度の定員は1498人。国家公務員削減の流れに反し、平成16年度定員から36人増員されている。 職員のうち、公安調査官、公安職が、調査業務に従事している。なお、幹部以外の職員氏名は公表されない。東京、霞が関のホーム省庁舎内にある、本庁以下、東京、大阪など8カ所にブロックを管轄する、公安調査局、横浜、京都など14カ所に、府県を管轄する、公安調査事務所、 その他必要に応じて駐在官事務所が置かれている。以前は、公安調査局の置かれる都道府県以外のすべての府県に、地方組織、地方公安調査局、後に縮小され公安調査事務所が置かれていたが、2001年、平成13年に1月の中央省庁再編に伴い、一部の事務所が閉鎖統合され、現体制となった。本庁と、 地方組織の役割分担としては、地方組織が収集した情報を本庁が一元的に分析、評価し、関係省庁に提供する仕組みとなっている。本庁は、人事、管理を担当する総務部、国内情報を担当する調査第一部、国外情報を担当する調査第二部で構成されており、公安調査局、公安調査事務所もこれに準じた組織となっている。 北朝鮮情報やイスラーム過激派によるテロ情報などを扱うのは調査第二部である。法務省の外局であり、長官、次長、総務部長などの幹部職員はすべて検事が占めている。このほか、国内情報の責任者である調査第一部長は警察キャリアの指定席となっている。国外情報の責任者である調査第二部長には校長キャリアが当てられている。 他方、他省庁への出向ポストは多く、代表的なものとしては、内閣情報調査室を中心として、内閣官房に二十数人、外務省、本省、在外交官に数十人、同じ法務省の組織である入国管理局に数人を出向させている。出向者は定員にカウントされないため、実際には1600人弱の職員を抱えている。情報収集の手法として、 監視、尾行のほか、対象団体の関係者を協力者、エージェントとして勧誘し、内部の情報を探るという手法、ヒューミントを取り、市銀と、コミント、通信傍受、暗号解読、エリントなどの技術的手段は、情報収集の直接の手法とはしていないとされる。職員は、その特殊性から、所属、職名、場合によっては、 使名を偽って活動することが多い。公安調査官を参照。1999年、平成11年12月、元日本経済新聞記者杉島真が北朝鮮当局に2年2ヶ月間にわたり拘束される事件が発生。杉島は帰国後、以前から公安調査庁に依頼されて北朝鮮の情報を提供していたこと、その件が 北朝鮮側に漏洩していたために、スパイ容疑で取り調べを受けたことなどを明らかにしている。日経新聞記者北朝鮮拘束事件を参照。破壊活動防止法大事上には、優先通信、または無線通信による破壊活動も規定されている。今は行われていないとされるが、公安調査庁もかつては、死銀等を行っていたとされる。1952年。 昭和27年に東京都練馬区に寺田技術研究所という長官直属の機関を作り、主にソ連の無線を傍受していた。職員は主に陸軍の暗号関係者で暗号解読も行っていたとされる。1959年、昭和34年には極東通信社と解消し、中国と北朝鮮も対象にした。その後、 予算の関係で1976年、昭和51年に解散された。業務は自衛隊に引き継がれたという。この活動で公安庁社長は380万件以上の通信を傍受し、その結果31種類の暗号が解読され370件の情報が得られたという。守備範囲の重なる公安警察との違いは前述の通り、 公安調査庁の調査活動には、逮捕、家宅捜索等の司法警察権が与えられていない点である。ただし、団体規制法第7条に基づく、公安調査官による対象団体への立ち入りや検査について拒み、妨げ、または忌避した者に対して、1年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑が、同法第39条に規定されており、 公安調査庁の団体規制権能には一定の強制力も付与されている。また、公安調査庁では、創設時に公職追放権や緊急逮捕権を行使することが想定されていたほか、1979年頃の政治的暴力行為防止法案に緊急拘束権が盛り込まれたり、2004年頃から警察庁、防衛庁、当時、 法務省などの担当者によるプロジェクトチームで研究が行われているテロ対策基本法案、反テロ法案では治安当局がテロ組織やテロリストと認定した場合に一定期間の拘束や国外への強制退去、家宅捜索、通信防受などの強制捜査権の付与が検討されている。テロ対策基本法案は日本国憲法第33条に定触する。 可能性から未だに研究段階であるが、政府は準備を進めておくとしている。情報機関にはコリントと呼ばれる手法があり、自らの弱い部分では互いに情報交換を行うことで情報を集める。公安庁社長は30以上の機関とコリントを行っており、主に北朝鮮、中国情報と引き換えに海外情勢やテロ組織の情報を得ているという。 人員交流も行われており、CIA に職員を派遣し、情報分析研修を行っているとされる。また、台湾情報機関から研修生を受け入れているほか、ドイツ、イスラエルに留学生を派遣して、現地機関と交流を行っているという。公安庁社長は、インテリジェンスコミュニティのコアメンバーとして位置づけられており、収集した情報は、分析、 強化が行われた上で、政府上層部や関係各機関に報告される。また、アレフ、旧オウム真理教対策の一環として、同教団の施設が存在する地方自治体に対しても、情報提供が行われている。さらに、出入国管理及び難民認定法第24条、第3号の2は、公衆東京博目的の犯罪行為、予備行為、 法助行為含むを行う恐れがあるものと認めるに、足りる相当の理由があるものとして、法務大臣が認定するものに関し、退去強制をすることができる旨定めているところ、同法第24条の2において、法務大臣が右認定を行う場合には、公安調査庁長官等の意見を聞くものと、定めているほか、公安調査庁長官等は、法務大臣の右認定に関し意見を述べることが、 できるとも定めている。これは、法務大臣がテロリストと認定したものを入国規制するための仕組みであり、公安庁社長には、同認定に資する情報収集を行うために、必要な機構として、国際破壊活動対策室が設置されている。白書に準じる年間報告書として、毎年12月に、内外情勢の解雇と展望を、以下、解雇と展望を公表している。 解雇と展望は、同庁公式サイトから閲覧できる。2004年12月に公表された2005年版、解雇と展望では、北朝鮮情勢について、一般住民の間で体制への不満や批判が増大し、権力基盤に亀裂が生じることも考えられると分析したほか、RF については、依然として危険性を有し、規制強化を求める声も寄せられているとして、 徹底した調査、検査を推進すると引き続き同教団を中止する必要性を強調している。また、2年に1度国際テロ問題をまとめた日本政府の行政組織で唯一の資料と言われる国際テロリズム要欄を公表している。同庁公式サイトでは国際テロリズム要欄の要約版を見ることもできる。なお、内外情勢の解雇と展望。 国際テロリズム要覧ともに、書店での販売はされていないが、国立国会図書館や一部の都道府県立図書館などには、蔵書されており、公安調査庁と関わりのない人でも、内容を知ることができる。予算の内訳は30年度予算では、破壊的団体等調査費が20億5695万4 0円、職員への給料が、職員基本給、 職員所手当及び超過勤務手当の合計で118億5306万5000円、計上されている。在職者数1512人の職員で単純平均すると平均で733万円である。ただし所手当には退職手当も含むことに注意。法務省が主管する独立行政法人、特殊法人、地方共同法人、 特別の法律により設立される法人及び認可法人のうち、公安調査庁が主管するものは存在しない。2018年度、平成30年度一般会計当初予算における、公安調査庁所管の歳出予算は146億2154万1000円で、ある。一般職の在職者数は、検察官を除き2018年7月1日現在、 1504人、うち、女性226人である。他に、検察官8人が在籍している。行政機関定員令に定められた、公安庁査長の定員は1621人で、ある。日本を舞台にした、映画007シリーズ第5作、007は二度死ぬ、1967年にも登場し、ジェームズ・ボンド、ショーン・コネリーに協力している。 日本情報機関のタイガー田中、丹波哲郎は公安庁社長の最高幹部という設定である項目三章。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。